For those not familiar with this, it's basically a Japanese person specifically seeking a foreigner, whether it's dating or making friends. And question is, why do they do that? The most common reason I hear is that they just want to practice English, because it's quite difficult to do that in Japan. If you're foreign, be prepared to just get a lot of people who only want to use you to speak English with. I kind of can't blame them, because there's not a lot of foreign English speakers in this country, and the moment they find one, and they're really interested in learning English, they're going to try and get their value out of you. Difficult to tell if people genuinely wanted to be my friend, if they wanted to hang out with me to learn English, or if they thought I only wanted to hang out with them to learn Japanese. So it was hard to tell like who I felt was like a real friend. Or sometimes, maybe they just want to be bragging about having a foreign boyfriend or girlfriend, because that's kind of still rare in Japan. 自慢するだけに付き合うとか。私のなんか俺の彼女が外国人とかなんかランドのカバンみたい自慢してなんかほらかっこいいでしょみたい自分にあまり興味ないなんかただ外国人であるからちょっと自慢ができるみたいな感じが Well, sometimes maybe it's simply a racial preference or physical preference for a non-Japanese person. So it's kind of like yellow fever, I guess. やっぱハリウッド映画見てかっこいいなって憧れてそれもあってやっぱ留学をして特に私はレオナルド・ディカプリオでした海外に行ったらああいう人になんか会えるのかなみたいなずっと外国人と、うん、付き合いたいってずっと思ってましたその人たちからしたら私は外人ハンターだったかもしれないですやっぱりあんまりよく聞こえないじゃないですかでも別にそれで真剣に彼氏探したりとかしてるのは私は逆にいいと思っててすごい私はいいと思いますね自分が他の人と感覚が違うのであんまり同じアジア人をイケメンって思ったことがない But sometimes, none of the reason I mentioned might be the case. A week ago, I found something interesting on my Facebook feed. Someone posting that she slept with 20 foreign men for a reason that let's just say not so common to see as far as I know. Anyway, I asked her for an interview about that, and she was okay with it as long as I don't show the face. So let's find out why she was hunting foreign men and what she really wanted from those men.よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。これ、実際の動画には、私の顔出ないんですよね。あ、はい、もちろんそうします。顎ぐらいから上が、絶対出ないようにしますんで、動画上げる前に、念のため お見せしますので、それでチェックしていただければなと思っています。よかったです。安心しました。で、Facebook のやつ見て、すごい驚いたんですけど、20人の外国人とやったっていうのは、本当なんですかね。正確な数は正直覚えてないんですけど、少なくとも20人以上なのは間違いないです。20人以上ですか？はい、でも正直その人たちの顔は今はもう覚えてないですね。すいません、ちょっと早速本題に入るんですけども、どういった理由でその外国人の人たちをアプローチしようっていうふうになったんですか？まあ、端的に言うと、お金目的というか、金を奪い取るだけ奪い取って、はい、さよならって感じです。それはなんかパパ活みたいな感じっていうことですか？いえ、パパ活の場合だと、相手はお金目的って分かってるじゃないですか。うん、でも、私の場合は、お金目的で近づいてきたって分かってないので、まあ、相手からしたら、この女は俺に興味があって、付き合いたいからアプローチできたんだなって感じだと思う。それはその、ゴールドディガーなんだけど、相手は全く気づいてないみたいな感じですかね。まあ、そうなりますかね。よく考えてみると。なんで外国人を狙うんですかね。日本人の人でも金持ってる人結構いると思うんですけど。私自身もともと嫌悪感というか、復讐したいみたいな思いがありまして。復讐ですか？はい。遊び目的の外国人。すごく多いと思うんですよね。真剣な、ね、恋愛とか結婚を求めてるっていうわけじゃなくて、ただ単にやりまくりたいだけっていうか、私の仲いい友達で外国人に騙された女の子が2人いて、騙された？はい、相手の男は全然真剣じゃなくて、ずっと浮気されてたっていう子ですごい傷つけられた。で、そのもう1人は妊娠させられたんですよね。妊娠、はあ、そうなんですよ。で、その男は逃げたっていうか、連絡が全くつかない状態になったっていう。それはその女性の方が妊娠した後にすぐに逃げてしまった感じですか？そうですね。はあ、要は、やり逃げみたいな感じです。
いやー、それはひどいですね。いや、ほんと、そう、結局、うん、どっちのケースも、男はただ遊び目的で、真剣な恋愛をしてくれなかったっていうことなんですね。うん、騙された女性にも、その、非はあると。トム・クルーズとかの映画見て、その、外国人かっこいいみたいになって、すぐ信じちゃうとか。でも、そういうところにつけ込んで、ただやり捨てしようみたいな外国人って、多いと思うんですよ。実際、そういう男に何人も会ってきたんですよね。ああ、まあ確かにそういう方もいるかもしれないですよね。そうですよね。最近じゃないですけど、ここ 1,2 年前ぐらい国際なんです、結婚詐欺みたいなの結構騙されてる人話題になってましたね。外国人に興味持ち始めた人とかが一番危ないですね。なんか私が昔高校生の頃、友達は高校生やっぱり英会話学校に通い始めた、なんかやっぱり外国人の先生かっこいいんで、なんかちょっとなんか騙されちゃったりとか、親友になんか国際結婚詐欺気をつけてよとかって言われて、外国の人とよく知り合うから。そう、それを逆に利用してやろうと思ったんですよね。向こうがそういうつもりで来るなら、こっちは先に騙して奪うだけ奪ってやろうと思って。アメリカに留学してたからわかるけど、日本人女性ってすっごくモテるんですね。アジア人、特に日本人と付き合いたいって男って本当多いんですよ、うん、これを利用しない手はないなと思って。で、日本に来る外国人って日本人の女と付き合えるってある程度期待してると思うので、めっちゃ簡単に落とせるんですよ。実際どういう場所で会うんですかね、その外国人の方たちに。都会のバーとかクラブに行くと、そういう男たちがうじゃうじゃいるんで、でそこで話しかけてちょっと誘惑したら、ほぼ全員一発で落とせます。特に私が留学してたよ、英語話せてるよってこう言うと、みんなやっぱり、あ、この子いいわって感じにすぐなるんで。あとは Tinder ですかね。あそこはもう本当に日本人女性と付き合いたい外国人がもう本当溢れてますよね。そういうところで出会って、一旦彼女ってことになるんですかね。そうですね、向こうは彼女って私のこと思ってると思います。で、ブランド品とか高い服とかを上手に目立って相手に買わせるんですよ。それ相手の方は実際買ってくれるもんなんですか。まあ、ある程度お金持ってその人を狙うんで、その人の時計とか身なりとか見ると、やっぱり年収とかもある程度わかるんですよね。こう高いの簡単に買ってくれるんですよね。中には社長やってる人もいるんで、車を買ってくれたこともありましたね。それぐらいもう IT の方は夢中になっちゃってるわけですよね。そうですね。で、奪い取れるだけ奪ったら突然完全に消えます。完全に音信不通になって、もう二度と会えないようにするみたいな。それ相手の方かなり怒るんじゃないですかね。でしょうね。でももう会わないから別に関係ないです。中には警察とかに被害届とか出しちゃう人もいると思うんですけど。でも私は何の罪にもならないですね。別に強要して無理やり買わせたわけじゃないし、向こうが買いたくて買っただけなんで。まあ、うん、そもそも男の人ってプライドがあるから、そういう被害を受けたって何も言えないんですよね。女に騙されたっていうのはやっぱり恥ずかしいと思うって。なんかちょっと悪いなーっていうか、罪悪感みたいなものってなかったんですかね。その中にはその真剣なお付き合いを求めていた方もいらっしゃったと思うので。いや、いないんじゃないですかね。男ってやっぱり体目的なんですよね、大体が。こいつとただやれればいいってこう考えだと思うんで、だったらこっちは金目当てで奪うだけ奪ってやろうっていう感じですね。いやー、それはちょっと そういう複数の男性と性行為するってなると、その性病とか妊娠してしまうとか、そういうのは心配になりますよね。相手にはゴムしないと絶対やらせないってことにしてたんで、念のためにピルも飲んでたので、そこは徹底してました。その20人の方の中で、この人とはちょっと真剣なお付き合いしていきたいなみたいな人っていなかったんですかね。その全員が体目的なわけじゃなかっただと思うんで。いや、全員体目的でしたね。だからそういう感情には全くならなかったですね。男っていうのは大体そういうもんだと思います。やらせてくれたらそれでいいみたいな。
いや、それはどうですかね。その意見にはちょっと賛成できないと言いますか。まあもちろん中にはその体目的だけみたいな人もいると思うんですけど、ただその真剣な恋愛というかそのパートナーシップを求めている男性もいると僕は思うんですけど。間違いなく少数派ですね。まあ、90% の男は体目的だと思いますね、私は。でも、それはそれでいいんじゃないですかね。男は女に体を求める。だったら、女は男にお金を求めるっていうので、いいんじゃないですか？人生、やっぱりお金が全てだと、私は思いますね。昔からそういう考えを持ってるんですかね。私の父親が最低な男で、酒飲んだくれて、私たちに暴力しまくって、で他に女を作って消えるみたいな、なんかそういう感じだったんですよね。初めて付き合った彼氏も最低な男で、他に女を作って遊び放題みたいな、ただ私とやりたいから来たみたいな、そういう感じだったんですね。やっぱり男っていうのはそういうもんだと思います。その外国人と付き合いたいっていうのがなくなってしまったそのきっかけとかってあったんですかね。だんだんと語学力がついてきて、その人と会話するようになって、あ、なんか、うん、みんな同じだなっていうか、何人も関係なく、だけどその英語力がつくまではやっぱりその壁があるので、だからその人の内面が判断あんまりできない。やっぱり外国人の方とお付き合いして、理想思ってたのと現実は違かった、その難しさっていうのも分かったし、日本人にその時なんか全然見向きもしなかった時があって、逆にそのおかげで日本人の男性の良さも見えたので、まあなんかまあ日本人も外国人もそういうのってやっぱり、うん、いい男性もいればそうでもない人もいるんだなって普通に全然分かった。今後はちなみにそのやっていきたいこととかってあるんですか？来月からアメリカに移住する予定でして、仕事は前から決まってたんですけど、コロナでなかなか行けなくて、それで日本で待機みたいな感じだったんですね。アメリカでも同じような感じで行くんですか？そうですね、同じ感じ。特に向こうの男性は東アジア人の女性に対して強いプレファレンスがあって、すごく簡単に騙せると思います。正直、まあ、日本よりも稼げるかもしれないかなと思いますね。じゃあその結婚とか真剣なお付き合いっていうのはもう全く求めてないという感じ？あ、全く求めてないですね。男から求めるのはぶっちゃけ金です。